ちは、ピュートリアムの田所幸子です。大人のヘアケア動画解説、今回はタオルドライの後のドライヤー乾燥の仕方をお伝えします。ドライヤー乾燥なんですが、ここではなるべく早く乾くコツを3つお伝えしたいと思います。まずはチャンプ上がりのモデルさんに来てもらったんですが、根元を乾かしてほしいんですが、まず乾かしづらい後頭部とか、襟足の部分を先に乾かします。はい、お願いします。この時もドライヤーをちょっと離すイメージで襟足と後頭部全体に当てていきます。この時もいつも根元を意識して乾かすことで、いろんなスタイリングのベースができるので、根元を意識して乾かしていきます。はい、ある程度乾いてきたら今度は頭頂部に行きます。頭頂部も上に持ち上げるようにすると根元に風が送り込めるので、浮かした状態で根元を乾かします。これを何度か繰り返します。はい、次にサイドです。サイドは頭をちょっと傾けながらドライヤーを下から当てることで根元に風が送り込みます。で、ドライヤーの熱っていうのは根元から先に向かって熱が伝わる性質があるので、根元を乾かすことで早く乾くというコツになります。はい、仕上げにでは先